ゆくえしおばだい県道184号島並み、ほこた線は、茨城県なめがた市から、ほこた市に至る、一般県道である。ゆくえし南の国道355号から、分岐北上し、ゆくえし北浦地区を経て、ほこたしほこたの茨城県道8号、小川ほこた線交点に至る道路で、ゆくえし中部を南北に縦断する路線である。経路の中間地点にある、 ゆくえ市良宿で国道354号と交差する。路線名の島並は、ゆくえ市のあざなである島並をのことを指すが、島並は本路線起点位置よりやや南に位置する。1959年10月14日、新たな県道として、ゆくえ群安尾町大技島並を起点とし、ゆくえ北浦村を経由して、鹿島郡保田町を終点とする区間を本路線とする。 県道島並保古田線として、茨城県が県道路線認定した。認定当初の終点は、保田町大和坂リアドの主要地方道側、保田線交点としたが、1966年に、終点を、保田町大和串引の主要地方道水戸保田、沢良線交点に変更して、町村道を編入したルート付け替えが行われた。1995年に、 茨城県道路線の整理番号再編が行われた際に整理番号184となり現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。